予定通り実施されると規模としては史上最大という統一ストライキがいよいよ明日に迫りました。まあ、相次ぐこの物価の値上がりを家庭の主婦はどういうふうに受け止めているかと。今日のお献立はどんなもんでございますか。あのミートボールとそれからあのアジのフライと。ファン・バンドン首相と会うことができました。和平協定が調印されましてからファン・バンドン首相が外国のテレビ局と単独会見に応じましたのはこれが初めてです。どちらからおいでになりました。埼玉です。埼玉から、人事行政調査会の第4部会は東京株式市場のダウ平均株価が今日史上初めて1万円の大台を突破しました。こんにちは、浅野タスクです。オリンピックが開幕しました。このニュースコープは今日から時間がこれまでの2倍の50分間となりまして、今日もパリから三雲さんに伝えてもらいます。三雲さん、